台風14号は現在紀伊半島の南の海上を進んでいます。太平洋側を中心に大雨や暴風に警戒が必要です。現在台風14号は暴風域を伴って東寄りに進んでいます。この後夜にかけて伊豆諸島に最も近づく見込みです。台風や前線の影響で太平洋側では局地的に雨が強まっています。総雨量は伊豆諸島の八丈島で500ミリ以上となるなど、平年の10月1ヶ月分を超えているところもあります。沿岸部では瞬間的に30メートル以上の強風が吹いていて、暴風や大雨に警戒が必要です。